皆さんこんにちは。今回はお腹周りの浮き輪肉を撃退するプログラムです。お腹周りのお肉をなくしてすっきりさせたい方におすすめです。ぜひ一緒にやってみてください。それでは今日もストレッチ頑張っていきましょう。まずは片方の足を伸ばして上体を前に倒していきます。少しずつ上体を前に倒していきます。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。はい、反対、反対側も同じように片方の足を伸ばして上体を前に倒していきます。余裕がある方はつま先を真上に向けて行っても良いです。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。次は手を頭の後ろで組んで胸を開いて左右にねじっていきます。しっかりお腹からねじるよう意識して行ってください。背中が丸くならないよう意識して行ってください。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。今度はあぐらの状態から腕を左右交互に斜め前に伸ばしていきます。遠くのものをつかむイメージで行ってください。腕から脇、お腹の横が伸びているのを感じながら行ってください。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。続いてはあぐらの状態から腕を交互に斜め下方向に伸ばしてタッチしていきます。遠くのものにタッチするイメージで行ってください。脇の下、脇腹が伸びているのを感じながら行ってください。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。続いて体育座りの状態からゆっくり体を倒しながら息を吸って、起き上がりながら息を吐いてください。下腹部に効果的なトレーニングです。反動や勢いは使わず、腸腰筋、腹筋の下の方を意識して上体を起こしてください。上体が起きてきたら骨盤をしっかり立ててください。上げ下げは自分のペースで大丈夫です。フォームを意識しながら行ってください。今度は姿勢はそのままで両腕を交互に開いて体をひねります。上体の位置をキープしながら体をゆっくりとツイストしてください。腹斜筋を刺激することで脇腹を引き締めます。腕だけをひねるのではなく、上体がしっかりとツイストできているか注意しながら行ってください。息を吐きながら体をひねり、息を吸いながら元の位置に戻ってきてください。続いては横向きになり、片方の手から肘までを床につけて腰を上げ下げしていきます。できるだけまっすぐ上げるよう意識して行ってください。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。はい、反対、反対側も同じように腰を上げ下げしていきます。できるだけまっすぐ上げるよう意識して行ってください。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。今度は膝立ちになり、両腕を真横に広げ、上体を横に倒しながら片方ずつ床をタッチしていきます。お腹の横の筋肉を使うよう意識して行ってください。
かり体を横に倒すイメージで行ってください。続いて膝を立てた状態のまま手を頭の後ろで組んで腹筋を行います。息を吐きながらおへそを覗き込むイメージで上体を起こしてください。腹直筋の上の部分を鍛えるトレーニングです。反動や勢いは使わず腹筋を使って上体を起こしてください。息を吐きながら上体を上げ、首だけが上がらないように意識してゆっくり行ってください。次は背中全体を床につけたまま軽く膝を曲げて自転車を漕ぐように足を動かします。腸腰筋、下腹部を引き締めるのに効果的なトレーニングです。腰が床から浮いてしまわないように腹圧をキープしながら行ってください。呼吸を意識して無理をせずに行ってください。次は両膝を立てて膝同士がくっついた状態でパタパタと左右に倒します。上半身を固定して腰や体側を伸ばしましょう。膝同士はしっかりくっつけながら肩が床から離れないように意識しましょう。倒しづらい方は肩が浮いてしまっても OK です。肩に力を入れないで呼吸を止めずに行いましょう。続いては左足の外くるぶしを右ももの上に乗せてお尻を伸ばします。上半身はリラックスした状態で行ってください。足を少し左右に揺らすとお尻が伸びているのを感じやすいですよ。伸び足りないなと感じる方は膝を横に倒して行うとより効果的にお尻を伸ばせます。反対側も行いましょう。右足の外くるぶしを左ももの上に乗せてお尻を伸ばします。上半身はリラックスした状態で行ってください。足を少し左右に揺らすとお尻が伸びているのを感じやすいですよ。伸び足りないなと感じる方は膝を横に倒して行うとより効果的にお尻を伸ばせます。次は寝た状態のまま左足をクロスして右腕を伸ばして万歳します。体全体を伸ばすストレッチです。伸ばした右側の手先からつま先まで一直線になるようなイメージで行いましょう。足をクロスすることで腰、脇腹、肩が伸びているのを感じましょう。息を止めないでリラックスしてね。最後は反対側です。右膝をクロスして左腕を伸ばして万歳します。伸ばした左側の手先からつま先まで一直線になっているようなイメージで行いましょう。足をクロスすることで腰、脇腹、肩が伸びているのを感じましょう。息を止めないでリラックスしてね。お疲れ様でした。いかがでしたか？皆さんも毎日続けることで絶対に変化が出てきます。一緒に頑張りましょう。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたねー。